皆さんこんにちは。こんにちは。ついに明日ドラフト会議が行われます。はい、おドラゴンズは誰取りますかね。1位もっぱらの噂はもうピッチャーですよね。金丸投手左、うん、そんなすごい、やっぱすごいんですか。僕もあの目の前で見ましたね。春でしたけど、はい、もうすごい球が強いなっていうイメージ。おーベース板の上でバッターの前通り過ぎるところの球が強いんじゃないかなっていう感じで見れましたね。最速154キロ。左の154っていうのはやっぱ貴重ですよね。球が速いって武器ですね。綺麗なまっすぐ投げますか。上から見てる感じは綺麗な感じでしたね。競合はするでしょうね。これだけ競合するでしょう。あそこかあそこか。井上さんって、井上監督って引きの強さとか運の強さってあるんですかね。坂本で当たったとか話聞きました。そうあの与田さん、ゲーム担ぐ人だった。すごかったじゃないですか。与田監督ゲーム担ぐかな。井上さん引かれますかね、やっぱり。あ、つか引かないパターンあるってことですね。井上さんでも自分で引かれる感じしますね。でもね、うん、引かれると思います。ここはもう思い切って。でもあれって結構楽しみじゃないですか、くじ引くね。ネクタイの色どれですかね。うわ、青かピンクかどっちか。青かピンク、あ、ピンクって可能性ありますもんね。でも前でも話されてましたよね。オーナーかなんかが許可を得ればピンクのなんかマークを入れるって言ってね。はい、ピンキー。金丸さん、他になんか注目されてる選手って。明大の宗山選手ですよね。行きますか、宗山選手。宗山選手をもう入館。村本選手をって何回も言ってますよね、これね。宗山行きますか。でもピッチャーになってくるでしょうね。やっぱりドラゴンズ今ね、はい、ピッチャーがちょっとね、言われますよね。今、はい、これは選手、現役の選手からしたら左投手のピッチャー、うん、おんまん外れ外れたと思いますよね。そしたら外れたって言ったらちっちゃいガッツポーズしてる可能性もありますし。そっか、でも、はい、小笠原さんポスティングって噂もありますね、うん、なんか結構球団的には、まあ、チャレンジしたいならどうぞみたいな報道は出てますよね、うんうん、どうなるか。宗山さん、他愛工大中村投手。愛工大中村投手はどうなんですか。愛工大中村投手はこう目の前の登板何回も見てますけど、はい、力強いですね。力強いですよね。この選手も僕も目の前で見ましたけど、なんかタフガイな感じしますよ、うんうん、馬力がある、うん、なんかちょっと重そうな球って感じしますけどね、うん、諫早農業高校、諫早農業長崎っていうことでいいんですよね、はい、もうめっちゃローカルからローカルで頑張って。オグリキャップみたいですね。だから頑張ってオグリキャップみたいですよ ね, ね。愛知工業大学だって別にすごいメインフィールド、うん、メインなんかこうまた大阪東京とか、まあ、そうですね。そんな違いますね。ああ、すごい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 。まあちょっと強いボール投げますよ。投げますよ、ね。まあ球場がちょっとこう湧く、おおっていうね。もうね、ガンがドーンと出ちゃうとね、やっぱね。そう。いい時はね、低めにまっすぐがズドーンってきて、うん、そこから落ちるフォークボールにやっぱりスライダーにキリキリ前するって、その精度が上がってきたら十分プロでも戦えますよ。この中学軟式野球っていうだけでちょっとなんかもう気持ち入りますね。ちょっとね、グッとくるものがもう、うん、なんかその気持ちは分かります。軟式上がりの自分としては荒木さん、中学軟式軟式上がりです。秀上さん、シニア、僕は硬式やってましたけども、はい、陸上部の先生が教えてたんで、ボール握るよりも走ってました。陸上部の先生がシニアがある。あ、そうですよ。あるんですか。いや、なんかでもピッチャーは軟式ありっていう噂を聞いたりしたんですけどね、なんか、うん、やっぱ消耗品だから、やっぱりボールやっぱ軽いですからね、軟式の方が、硬式より、うん、結構そこだけなんかある。投げるの難しいですからね、速い球、軟式は。そうなんですよね、うん、シュ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 って聞こえますよね、軟式の方が。だからこの選手いいですよね。 あと青山の西川選手、うん、西川選手、はい、ドラフト面白い。1位でしょうからみんなね、うん、荒木さんもドラフト1位ですから。なんで笑ったんだろう。荒木さんの場合はね、外れて1位です。ジーズ、荒木さん外れて1位ですよ。なかなか経験ないですよね、そういう人もね。
外れて外れて1位っていうの、うん、すごいな。福留さん外した時に、うん、星野さんが誰行くんやってなって、はい、原、今相模で監督してる、はい、原ね、原選手を行って、ね、ここも外した時に、うん、もう誰でもええって言ったらしいです。誰でもよかったのが僕です。いや、すごい引きで、すごい引きですよ。迷宮界だもんな、本当すげえよな。だからドラフトって本当にすごく自分の人生の中で大事なね、すごいね、どこに引いてもらえるかって大事だなっていうのは。でその福留選手と一緒に今お仕事する機会があるっていうね。そう、そこね、面白い縁ですよね、うん、お二人でも指導、アマチュア指導されてるじゃないですか。こういうので見ない人でこの選手いい選手だなみたいな、なんかお一人ぐらい上がらないですか、なんかどっか育成とかでもかかったりして、ね、はい、やっぱりプロのスカウトってすごいなって思うのはある程度やっぱりもう全部見てますね。だから逆にこっちからあそこのあの選手どうなんですかって言ったら、あの選手はこういうところがこうだからもうちょっとこうなってくるとプロの候補に上がってくるだろうねとか、今年だからいろんな勉強させてもらいましたね、スカウトの人があって。福永さんギリのラインだったじゃないですか、はい、ちょっとなんかこう可能性あるけど調査書来てるけどみたいな。こういう選手は例えば僕が思う選手は取ったら今こういう体の状況だけど面白いなと思っても、そのリスクがあったりするとやっぱりそのスカウトの人もね、それだけのこう職業と責任があるから、うん、なかなかこうやっぱり安全な、うん、みんながいいなって思うところをやっぱり行きがちなんですよ。行きがち。ああこの服作ったけど売れるためには、うん、いやこの色もいいけどやっぱり無難な黒と紺にしようかなみたいな感じで、どんどんこのいい選手だかもしれないけどって言って結構排除してちゃうんですけど、まあ、だから下位になだったら面白いねっていう感じで福永選手も引っかかったと思うんですよ。こんな2年目で3割打てるようになると思いました、荒木さん。まあここまでとはもうある程度打つんだろうなっていう感じはしましたけど、しっかりとここまでね3割まではちょっと考えてはなかったです、ね、あのだって結果論で言ったらドラフト別に2位3位ぐらいの結果に2年目でこんだけやってくれてたらね、こういうことあるんだなっていう。だから逆に言えば高卒の時には名前上がってなかったのかとか、うん、大卒でも名前上がってなかったのかとか、スカウトの人聞くじゃないですか、うん、そういう選手、うん、したらちゃんとリストアップには載ってる、載ってますね。ってでも何かが足りないからまだプロじゃないねっていう。でも仮にその高校の時に取ってても多分潰れてる可能性も高い。可能性もある。そうだからそこに行ったところでね、社会人行ったから今があるっていう。だからあえてそのスカウトの人たちもあの時に取っちゃダメだ、うん、取ってあげたらかわいそうだ、うん、でプロでその潰れていくっていうのもちゃんと分かってるから取らないっていうのもありますよね、うん、だからね、行ったとこ行ったとこでやっぱりうまく当てはまる指導者の方がいたりとかもあるので、いい巡り合わせね。佐野選手なんか9位かなんかですよ。そう、DeNA どうなってるんですか本当に。でしょ、うん、そうなると佐野選手今の活躍したらみんな絶対、宮崎さんもそんなもんですよね、こぞって取りますよ、ドラフト会ですよね。そう、うん、横浜の歴代広いんです。どこかにバッティングのこれができる選手を取ろうっていうマニュアルがあるかもしれないですよね、うん、今はだから今数値がすごいからピッチャーなんかドラフトでかけるときにはそういう崩壊的なものでバーっていうこの数値をクリアしてたらもうとりあえずもうそのリストアップして取るっていうのが多分球団ではソフトバンクとかオリックスなんかなんかそんなようなことやってるって言ってましたよね、うん、横浜ある時期から明確にいいですよね、バッターはいいですね。だってで結果ピッチャーだってドラ1はちゃんといい選手でいけてますもんね、ドラフト成功してますよね。横浜はすごいですね、15から19は全員別に。今永投手、今永浜口投手、ここのね、東投手3連チャンの左ピッチャーすごい、うん、普通これだけ左っていくかっていうとよっぽどもうこのチームとしても、うん、この強化ポイントになって
ですね、確かに一時左ピッチャーが全く中継ぎにも左がいないっていう時期があったんですよね、うん、ベイスターズのところ砂田投手とかいましたけど ね、うん、ね山本雄大選手一緒にウィンターリーグ行きましたよ、海老名さんもいるしね、本当に牧さん育成も頑張ってるっていうことですよ ね、育成頑張ってますよね、だからね二軍の方のね、はい、育成も頑張ってるので、中日もでも今年ピッチャー行ったら3年連続ドラ1位はピッチャーってやっぱりプロ野球はねやっぱピッチャーやっぱり取っときたいですよね、どん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 ね、できるだけ欲しいですもん、できればもう取っておきたいかなって、やっぱり草加さん来年はいけるんですか、だいぶもうピッチャー上げてきましたよね、慌てなくていいと思いますよ、来年もゆっくりで、うん、ゆっくりで、体はちょっと大きくなってらっしゃるんですかね、もうこの時期にそういうトレーニングして大きくしていけばいいです、立浪監督の時期がなかなかドラ1が活躍ができない3年間でしたね、その前まではいらっしゃいますもんね、まあ、これから多分伸びていくんでしょうけど、うん、この3年はねちょっと怪我だったりとかね、そういうのにちょっと、うん、今は昔と違って情報が盛んだから、うん、さっき言われたようにこうこの選手本当に埋もれてるねっていう選手のところまで目が行き届く時代になりましたよね、うん、あの選手すごいよってパッて見たらもう例えば足運ばなきゃいけないとこも映像で見れて、うん、でみんなのコメントが見れて、うん、で数値化ができて埋もれる選手は少なくなってくる、そうですね、だから昔ほどこう漏れるっていうのはなくなってきてるのかなとは、うんうん、僕これもう金村さん迷惑な話だと思うんですけど、去年都市対抗を見てすげえなと思ったピッチャーがいてリンク送ってこのピッチャーのレベルってプロだと活躍できないんですかって聞いたピッチャーがいるんですよ、うん、JR 四国の近藤さんっていうピッチャーの方で独立リーグもいて、でその後 JR 四国入ってだったんです、で都市対抗でねなんか初戦で完封なんかしてたんですけど、でこういうすごいピッチャーだとプロじゃ活躍できないんですかって聞いたら、これだったら即活躍できますただ年度ごとによってまた違ったりするじゃないですか、プロに入るのタイミングねありますよね、タイミングと入った場所と、うんうん、でまあね各球団やっぱり自分のところの何年後かのウィークポイントっていうところを目指して取っていくわけですから、うん、まあ、入るところはしっかりと、ね、準備はされてるんですけど、細川選手の弟かなんかもトヨタでピッチャー、そうですよ、投手やってますよ、150くらいの重そうな球投げますよ、僕も間近で見ました、ゲーム拝見させてもらいました、まだ荒削りだったんですけどだいぶあの精度も上がってきてましたね、やっぱポテンシャルは高いですよ、人生かかるじゃないですかこれで、トヨタから、はい、中はまあ、うん、プロ入ってうまくいくかどうか分かんないじゃないですか、押し、押しまね、ドラゴンズ来たら堂上兄弟みたいに一緒にやれたりすごいよな、弟が投げると兄貴超打つみたいな、ね、わめちゃめちゃいいですね、面白い、だって祖父江さんがドラフトかかった時とか忘れられないですもん、この人ドラフト5位かなんかでしたっけ、祖父江さん多分それぐらいですよね、はいです、でトヨタからドラフト5位で行くってすげえ覚悟だなと思って、とにかくプロに行きたかったんですっていう、生涯で稼ぐ給料だったらすごいことになるわけじゃないですか、ね、社会人はそういう面ではまあいい企業と、ね、差がちょっとあったりするから、うん、ハングリーさもちょっと違うとかあるでしょうね、ね、本当そうですよね、うん、自分が親だったらすごいいろんな感情ですよ、息子はトヨタ自動車で野球やってて十分じゃないかっていうだから自分の父親と一緒ですよトヨタだぞって言ってましたもんすげえよな秀則さん、それすごくないですか、トヨタから声かかる人生でもどうしてもプロに行ってほしかったんですよね、日本語もそうですよね、もう末っ子はもうプロ、いやもうだから内定もらってるのはトトトトトヨタっていう